改札周辺の様子。委託駅で、店舗も入っている。虎姫駅は、滋賀県長浜市大寺町細田にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅番号は、JRA08。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。互いのホームは、古線橋で結ばれている。 駅舎は2006年にログハウス風の建物に改修され、バリアフリーに対応するため入り口にスロープが設置されているものの、湖泉橋にはエレベーターは設置されていない。現在は長浜市の指定管理者、町づくり虎姫の運営による簡易宅駅となっているが、実際は JR 西日本交通サービス社員が駅業務を行っている。また、 料金専用補充券による指定席発売も行っている。上りホームは4両分、下りホームは6両分か差上げされている。なお、当駅と長浜駅の間にデッドセクションが設置されていたが、直流電化の際に廃止されている。緑の窓口はないが、移こうか、チャージ機能付きの自動券売機と IC カード専用簡易改札機が設置されている。日中は、 大見塩津駅折り返しの新快速のみ上下線とも1時間あたり1本停車する。朝晩を中心に、鶴ヶ駅まで直通する列車が設定される。滋賀県統計省によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。